株式会社ビッグライズは神奈川県横浜市青葉区に本社を置く企業。食品スーパーマーケット、食品館青葉をチェーン展開し、神奈川県を中心に東京都にも出店している。店名は本社所在地の青葉区に由来する。郊外型ロードサイド店舗として、神奈川県内でネイバーフット型ショッピングセンターのライズモールも運営し、各店舗として、 食品館アオバが出展する。なお、社名はビッグライズであり、ビッグではない。CGC グループに加盟している。新歯車両基地の屋上に開業したアオバスポーツパーク1階は、アオバ新横浜ロジスティックスセンターとして使用。アオバスポーツパークのフットサルコート、アオバスカイフィールド聖火店、中島聖火として創業した企業で、聖火部門に力を入れている。また、 生肉部門にも力を入れており、生花、生肉、鮮魚、日配食品を生鮮4部門とする。種類の販売も行う。地域一番店に挑戦、より良い品をより安くお二大コンセプトとしている。食品スーパーマーケットは、食品館アオバ、ビッグライズ、DS 食品館の三業体を展開していたが、2001年以降は店舗ブランドが、 食品館青葉に一本化され、既存店舗も順次、食品館青葉へリニューアルされた。自社オリジナルのプライベートブランド、青葉も展開する。2019年2月、横浜市営地下鉄新は、車両基地内に総合スポーツ施設、青葉スポーツパークを開業した。施設の有効活用のため横浜市交通局が民間企業に、 屋上部分の施設を賃貸する方針を決定し、地元企業のビッグライズが名乗りを上げて実現した。また同時に、車両基地1階には、同社の物流拠点、青葉新横浜ロジスティックスセンターが開業した。また過去には、焼肉、ホルモン、寿司食べ、放題レストラン、焼肉海鮮バーベキューグレートを神奈川県内で経営していたが、 新型コロナウイルス感染症流行の影響により、営業自粛後に閉店している。2021年2月現在、最新の店舗情報は公式サイト、店舗一覧を参照。横浜市川崎市川崎市内の店舗はいずれも、川崎区に所在する。その他2016年2月25日、元役員2人が人件費などを架空計上して3億円以上の裏金を捻出し、 個人の生活費などに充てていたことが発覚した。二人は複数の知人の名義を借りて店舗で働いているように予想うなどして自身の口座に還流させていた。また自宅の修繕費を店舗の改装費として計上したこともあった。不正の一部には同社の顧問税理士事務所の職員が加担していた。東京国税局から2013年10月期までの7年間で 約3億2000万円の所得隠しを指摘され、重家算税を含め約7000万円を追徴課税された。会社役員の不正であったため会社の所得隠しとみなされたもので、不正発覚後に、同社は元役員2人を解任し、流用した資金の返還を求めた。ありがとうございます。